に属す町村であるアフィングはアフィンガーバッハ川沿いの州道2035号線に面している。アウクスブルクの北東約1 0トルでアウクスブルク空港のすぐ近くにあたる。この町は公式には13の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。アフィングの町は アウクスブルクレーリング・アイントリング・ホレンバッハ、アイヒャッハ、オーバーグリース・バッハ・フリートベルクと境を接する。紛糾軍とローマ時代の出土品が、この地が古くからの入植地であることを示している。アフィングという地名は、アホという人物によって、バイエルン人入植地が建設されたことを示している。アフィングは1040年に初めて文献に記録された。 その後この地を治めた、騎士、荘園主、領主には、以下の記録がある。ペーレンハルトでアフィンギン、ウルチヒフォンアフィンゲン、その息子のウーダルシャルクト、ギーゼルハー、オットフォンアフィング及びブルカルトフォンアフィンゲン、エーバーハルトフォンアフィンゲン。その後のホーフマルクトアフィングの霊園領主には、エンゲルハルトフォン・オーベルンドルフ、その娘のアマリーと夫のボルフガングバルデッカー。 バルター・フォン・グム・ペンベルク、ザイフリート・フォン・ツイレンハルト、バルデッカー、ゲオルク・フリードリヒ・フォン・シュタウディング、先帝公のミュンヘンの副首相である、ライデン男爵ヨハン・バプティスト。グラーフェンロイト男爵家が、1816年に、ホーフマルク・アフィングを、1831年には、ホーフマルク・オーバー・グリース・バッハを買い取り、これ以後、アフィング城の城主となった。 購入者のカール・エルンスト・フォン・グラーフェンロイトは外交官であり、シュバーベンがバイエルンに併合される直前にはバイエルンの外交上の総代表を務めた人物であった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令によって統合された自治体としてのアフィングが成立した。 マルクス・ヴィンクルホーファーは2015年9月20日に78.8%の票を獲得して町長に選出された。1978年以降の歴代町長は、ヨハン・マッツカ、ヘルムート・トレンクル、ルーディフックスである。町議会は、第一町長と20人の銀からなる。図柄、青地に、銀の岩陰から姿を現す銀のユニコーン。 この町の紋章は、グラーフェンロイト家の紋章に由来する。ドイツ・ポーランド和解の十字架アウルツハウゼンの、ドイツ・ポーランド和解の十字架の混流をきっかけに、1993年から、ポーランドの都市、ウォベスとの交流が始まった。これとは別に1993年に、ウォベスにも、ドイツ・ポーランド記念碑が混流された。アフィングの、 ウォベス姉妹都市委員会 EV が推進してきた姉妹都市協定が1997年に公式に締結された。2007年に両者は姉妹都市協定10周年を祝った。セーラウレンティウス、セーリーイザベト協会アフィングの長域の南を連邦アウトバーン A8 号線、西を連邦道、B2 号線、東を連邦道 B300 号線が走っている。 ミュールハウゼン地区にはアウクスブルク空港がある。アンバルティングとゲーベン方ンの北を通るバイパス道路の建設が州道路建設局アウクスブルクにより計画中である。ありがとうございます。